この実況を見るときは、部屋を暗くして画面へ近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうも、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、K の大冒険です。というわけでね、今回も早速ゴジラベースの実況やっていきたいと思います。さてさて、なんと今回、皆さん見ていただけたらわかる通りなんですけれども、三色気流、スーパーメカゴジラ、そして初代ゴジラが今回揃っております。はい。ずいぶん昔にあった、あれかな。リクエスト。うわ、かっけえこれやばいな。ちょ、タイミングわかんない。おーし。これなかなか難しいね。メカゴジラが撃った後だね。こうか。きたー、やべえ、やべえ、めっちゃかっこいい、これかっこいい。ちょっと待って、もっと見たいから、もっと見たい。このアングルちょっともっと見たい。待って、まだ、離れんといて仕方がない。俺終わりの合図をやっちまったからな。いや、でもいいね、これかっこいいね。さあ、誰が勝つか。本当のメカゴジラを今回決めようじゃないか。いくぜ。へいへい。ほっ。よっ。危ない。ほいほい。最初に仕掛けてきたのはメカゴジラ初代ですね。いいバリアの張り方だ。ビッチーだって、ビッチーってやってるけど。さあ、どうなる。さあ、どっち食らう。おー、スパミカに当たった。おっと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 、ガツガツした戦いだな。おーおおこれ真ん中に入ると痛々しいね。ほっ、あっちだ。ほいほい、よいしょ。あぶねえ。させるか。いいね、いいバトルにしようぜ。いいね、初代メカゴジラ、スーパーメカゴジラ、三色気流、これが揃ったら今回やばいね。ほっ、やるじゃないか。初代メカゴジラすげえ強え。いて貴様貴様、なかなか、お、違う、こや、どうだ。あーし、あしあしあし今ヘッティングしてた、ヘッティング。ミサイル効かねえ。いって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 そのタックルやたらいてんだよな。いいね。おお、おお、すげえ、すげえメカメカしい。おお、まずいまずい、危ない。その間に入るな、まずい。くらえ、誰にも当たんねえ。ど真ん中入っちまった。おお、いいですね。あれ基本だね、あの基本的にこれ殴り合いしたいね。ちょいちょい当てて長引かせよう。これはこれちょっと、この3体揃ったら嬉しい。俺の動画史上初だよこれ。うかっけー、初代。やべ、鳥肌立つ。マジで鳥肌立つ、これ。かっこよすぎるでしょ。危ない危ない危ない。やるじゃないか。ほっ。おー、いいねいいね、熱い。俺だけじゃないはず、これ見て熱いなと思うんですよ。おー、やる、いいね。お、いた、いいね、いいよ、いい、すごくニコニコしちゃう。くらえ、よーし、バリア割れた。ほっ、いいね。くらえ、うわ、すげえ白熱。いってててて、やばい、楽しい。俺こんな楽しんでることは過去あっただろうか。それぐらい楽しい。このメンツが揃うとやばい。あとね、このメンツが揃う前にね、ピクケンかな、ピクケンはゴジラで入ってきたんだけど、最初ね、
ただその時に俺の三色気流とこの初代メカゴジラが入ってて、でスパメカに変えて入ってきたんだよね。だからあ、これ空気読まなきゃみたいな感じだったと思うんだよね。おお、白熱しています。あっぷねー、痛い、やべえ、うわー、三色気流なー。でもこれは見届けよう。おーおー、どっちが勝つ、どっちが勝つ、おー、これは見どころ、タックルすれば勝てる。おー、初代が勝った、これやばい。やっぱ一番強いのは初代なんですよ、皆さん。はい、で一番若い三色気流が最初に死んで、で中間地点のスパメカが2番目に死んで、だから順番通りだね。あれ？俺こんな打ち合わせした覚えないんだけど、綺麗に決まったな。だいぶ綺麗に決まったな。そして、ね、この立ち尽くすこの姿ね。余裕ぶっこいてお手手回してるこの姿。いや、かっこいい。いや、やばい。今回の動画もうこれでいい。もうこれでいい。もう完成しちゃった、今回この動画。いや、テンション上がっちゃった。ごめんね。ごめんね。ちょっと声結構張り上げちゃったと思うんだけど。ごめん。これはテンション上がるでしょ。これはテンション上がらずにはいられないでしょ、これ。ほら。メカ2体を倒して立ち尽くすこの姿ね。いや、凛々しいわ。いや、かっこいい。たまらないですね。いや、今回神回ですね。俺的に神回ですね。いや、よかった。いや、すごくよかった。うん。嬉しかった。すごい笑顔になった。おおおおお。あれ、今回ノラかな、これ。大丈夫かな。まあ、ね、平和協定に返事しなかったら速攻攻めないとね。俺、先手もらわれちゃうから。お、挨拶しよう。挨拶して。平和協定は、してないですね。おお、やべえ、来たぜ。二人ともノラ来た。ノラ部屋来た、ノラ。ノラ部屋ですね。さあ、今後、俺がどう立ち回って勝てるか。ちょっとこれはね、マジで実力が試される場所です。はい。リスナーさんがいないところになると、俺の実力がかなり 100% 発揮させられないと、勝てない場所となっていますんでね。はい。中間地点が一番困るんだよな、これな。なるべく後ろに下がっておいて、皆様の目線に入らないところにね。うん、まず撤退。まず撤退。戦略的撤退ね。うん、これを兼ねてから、おう、三色流があっちの街の方を破壊しようとしているのかな。そうすると C のね、誰だっけ、ガズラかな。ガズラと、これぶつかってしまうな。どうする、おう、電柱を倒しに行く。俺もすかさず街を破壊する。この有り余った力をどこにぶつけていいか分からずに、とりあえず街破壊する。いやー、テンション上がってますよ、今。私今テンション上がってますよ。もう勝つ気しかしないからね。じゃあちょっとこの炎にまみれたこのガイガン。炎消えちゃった。炎消えちゃったよ。かっこいいの撮ろうと思ったら、ただもくもく煙が出た壊れた機械みたいな感じになっちゃったよ。もう向こう燃えてんな。そこでちょっとかっこいいショット撮りたいけど、そこに行くと三色気流さんとぶつかっちまうな、俺。おー、どっちもね、熱戦なりビームなり打ってますね。威嚇のつもりなのかな？威嚇のつもりなのかな？まあ、俺はここの鉄塔を倒しに行こうかな。おいしょ。ベイブレードよりよく回る外観です。ほい。ほい。あ、ちなみにちょっと気になる点があるんですけれども、そのゴジラの実況を見てる方で、ベイブレード見てる方いますか？ねえ。まあ、やっぱリスナーさんって正直なんで、見たい動画しか見ないじゃないですか。ゴジラ好きだったらゴジラの動画しか見ないとか、ベイブレード好きだったらベイブレードの動画だけとか、ゴッドイーターだったらゴッドイーターとか、いろいろあるじゃないですか。おーっと、重くなったぞ。大丈夫か？日本人同士だと思うんだけどね、これね。でもその中でも、なんか、ひときわね、すごく目立つ方がいるんですよ。でも今、かっこよくない？切り刻んだ後、後ろが燃えてて。お、かっこいい。あ、外観かっこいい。外観ファンにはたまらない、このアングル。
最高。俺バカだな。ゴジラバカだな俺。ゴジラバカだ。うん。みんなごめんね、こんなゴジラバカでね。仕方ないじゃん。小さい頃から憧れだ、憧れというか、俺的なスーパーヒーローは、俺のスーパーヒーローはゴジラなんだよ。ウルトラマンでも仮面ライダーでもレンジャー系でもない。俺的にはゴジラが全てなんだ。小さい頃からの憧れなんだ。憧れというか夢というか、俺の理想系のザ・ヒーローなんだ。それはゴジラなんだ。ガンダムでも何でもないんだ俺は。ドラえもんでもない。俺はゴジラなんだ。俺何か語ったんだよ。俺語り出したら止まんないんだから。さあどうしようかな。あれ俺今何の話しようとしてたっけ。やべ。あれなんだっけガチメに。あ、そうそうそう。ね、メイブレードとかね、見る方とかいるけど、ひときわ目立つ人って言ったじゃん。あのね、動画アップしたら、アップロードしたら必ず、すぐに見て、すぐにグッドボタンを押してくれるすげえ心優しい方がいるんですよ。それちょっと誰かなって俺すごい気になってて、すげえありがたいし、いきなりそんなね、あの、アップロードして、10分足らずで、高評価ポチッと押してくれるんですよ、本当に。見た瞬間に押してるんだろうね。誰かなっていう。誰かなと思ってね。いや、すごく励みになりますからね、そういうの。ちょっと、あの、ラジラさんに、ちょっと平和協定かましに行こうかな。できたらいいな。この距離になっても攻撃しないということは、いけましたね。できた。おお。三式来るか。このガジラ超おとなしいな。このガジラおとなしいな。やったらおとなしいんだけど。でもこれ見てるだけでもいいよね。この2体が並んでるだけでももはや不思議ですからね。ありえない組み合わせだからね。うん。日本の映画とアメリカの映画ですからね。うん。あの、PPAP じゃないよ。うん。みんな違うからね。あ、その今 PPAP で、ちょっとアイディア浮かんだわ。ちょっと動画出そうかなって思う。あ、お、三色切れどうした。なんでそんな、横目でなんか首かしげながらこっち来た。お、いいね。なんで知ってんじゃん。知ってんじゃん。おぉ。おぉ。おぉ。ガジラどうした。ガジラどうした。お、やばい。これかっこいい。これ大丈夫ね、当たんないよね。よしよしよし。このアングルかっこよくない？ 3 体並んでるの超かっこよくね。やべえ、ベラボーにかっこいいんだけど、どうしよう。あと戦いが始められないんですけど、戦いが始められないんですけれども、どうしたらいいでしょうか。じゃあ離脱。シュン。じゃあ戦いますよっていう合図はちょっと一回送ってみましょうか。でも平和協定知ってるんだね。やっぱノラノラして人でも知ってるんですね。ほらやるぞ。ほらやるぞ。ちげちげ、ほら、ほら、ほら自然災害。ほら自然を壊すな。山に向かってレールが打つんじゃない。ガジラ、お前いつまでお座りしてんだ。お利口さんすぎるだろう。もうちょいなんかやっちゃってもいいんじゃねえか。まあ2対1されたりとかね、あの外人の方にいろいろ前されてたんで、それよりかは100億倍マシなんですけれども、始めにくい。返事しねえな。三色ヒルじゃやろうぜ。何ビクビクしてんだよ。何ビクビクしてんだよ。ほら、やろうぜ。やろうぜ。やって
ってるやってる。三式気流。多分これ、ノラだと思うんだけどね。でもやってますね。お、ガジラ吠えた。やろうぜ。お、やっと動いたか。やっと重い腰上げたな。おうおお、なんか近づいてってるぞ。始まるのか、始まるのか、なんか急にカクカクし始めたけど、どうした、大丈夫か、この回線大丈夫か。おお、なんだこれ、何の更新だ、俺もついていこう。何の更新だろうこれ、何の更新なんだろう。出ました、出ました、ゴジラの曲。歩こう歩こう怪獣元気。おいおいおい、コースアウト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 ね。歩くの大好き、外眼早い。だからコースアウト、コースアウト。俺最初坂道トンネル踏みつぶす。いや、もうコースアウトしすぎ、脱線。何見合っちゃってんの、どうしたの。俺の音痴さが気に食わなかったのかな。何してんの、何変えました。そのテレパシーの中に僕も入れて。しょうがない、しょうがない、こんな時は火種になろう。オラー始まりだ。オラオラ行くぜ。みんな何ほのぼのしてるんだ。怪獣というのは争ってなんぼの世界。さあ俺が火種になった、あとはみんなで戦うだけだ。ガジラどこ行ってんだい、ガジラどこ行ってんのかな。もう始まっているんだぜ。あ、後ろから割り込んで攻撃しようというパターンな。んー、刺せるか、刺せるか、にょー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 。さあ俺が火種となった、みんな一緒に戦ってくれ。おらいおらい、いいぞ、やっと始まった。さあさあさあ、これからどうなっていくか見ものですね。ふう、私は容赦なく行くぜ。いてててて、俺が一番食らってる、やっぱ左の俺が一番食らってる。さあ俺ひるまず行くぜ。おら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 、うわっ、のっ、やるじゃねえか。おお、いい援護射撃。おお、いいね。ほ、早く早く先手打つんだ。よし、切った。ほっ、うわー、これは痛い。さあ次は三式流、君を狙おうではないか。あ、手加減はしないぞ。ほい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 、おっ、だがその後は隙が出る。ほっ、おー、すごい格好で止まった。もう俺今回死んでもいい、かっこいいの取れたし。ほっ、頑張って抵抗していこう。よしよし、いいぞ、次ガジラ君だ。危ない、おー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 、白熱しすぎだろこれ、死んじゃう、俺死んじゃう。あかん。おお、いいね、面白いね。ちょっと勝ったか、いったー。ちょっと死んじゃう、 I'm sorry。 あとワンパンダ、やべやべやべ、これは逃げよう、これは逃げよう。まあね、これはね、火種になった方のね、運命ですよ。最初に死にかけになってしまうというのはね、これは火種の運命なので、火種を作る人はね、結構あの、なんていうかな、紐を引き締めていかないとすぐ死んじゃうから。おーすごい、おーすごい、すごいぞ、すごいすごい、俺なしでも戦ってくれてる、よかった。俺がいい感じにゴングになったみたいだ。おーおー、ひるまずに三式ギル攻撃していく。だがガジラの攻撃当たる、後ろからビーム。おう、後ろからビーム。いて。近づきすぎたっていうね。まあカッターやってれば勝てたんですけれども、なんでカッターやらずに近づいていったかっていうと、まあね、一緒に楽しいことしてくれたお礼ですよね。その方に遠くからカッター攻めはしたくないのでね、まあ今回は緩くいきました。はい、というわけでね、今回まあすごく楽しい感じの動画になったんじゃないかなと思いますんで、よかったら皆さん、よければね、あのグッドボタン押していただけたら動画の励みになりますので、よければください。俺はもうくださいとか言わないんだけどね。はい、というわけで、ここら辺で。ごめん、カミでね。はい、ここら辺でやめるじゃねえ。やめるじゃねえ。動画締めていきたいと思います。皆さん最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあねー。